韓国と北朝鮮は今日う27日の南北首脳会談に向け、警護や報道対応などを協議しています。金正恩委員長が軍事境界線をどう超えるのか、テレビ中継するかなどを議論する見通しです。韓国と北朝鮮の実務者協議は午前10時、パンムンジョムの韓国側施設平和の家で始まりました。 同じ場所で開催される南北首脳会談の進行や移動経路・警備体制が確認されます北朝鮮の最高指導者として初めて韓国側に入るキム委員長が軍事境界線を歩いて越えるかどうかやムン・ジェイン大統領との会談を生中継するかも議論する見通しですキム委員長の訪中に同行したリ・ソルジュ夫人が同席するかも注目されています